ウッドはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州サンフランシスコにて、ロシアから移民してきた両親の間に生まれる。妹は007ダイヤモンドは永遠にに出演した女優のラナウッド。1943年から映画に出演し始め、シャーリー・テンプルの次の世代の人気子役として、1947年の34丁目の奇跡で人気スターとなる。 1955年の理由なき犯行でアカデミー女演女優賞にノミネートされた。その後もジョン・フォードの西部劇創作者やロバート・アイズのミュージカル映画ウエスト・サイド物語エリア火山監督でウォーレン・ベーティと共演した草原の輝きなどでスターの座を確たるものにした。1981年11月29日映画ブレインストームの撮影中に ロサンゼルス沖でワグナーやクリストファー・ウォーケンとヨットに乗っていたところ行方不明になり翌日にサンタ・ガタリナ島の入り江で水死体となって発見された43歳ボーツ事故死とされた一方殺されたという意見もあり真相は謎とされている新たな情報が寄せられたとして2011年11月にロサンゼルス軍警察の殺人担当部署が再捜査を 開始した。2012年5月に作成された検視報告書では、一体には複数の打撲や傷跡の痕跡があったことを認定し、死因を事故死から水死及び不確定要因によるものと変更。しかし警察は殺人事件として扱うには証拠不十分であると結論付けたと報じられた。2018年2月1日、ロサンゼルス軍の警察当局者が、 ナタリー・ウッドの死に関し、新たな目撃者の証言が得られ、不審死とみて捜査し、元夫の俳優ロバート・ワグナーを重要参考人と見て、事情聴取を求めていることが明らかになったが、ロバート・ワグナーは聴取を拒否している。ありがとうございます。